さあ次行きましょう。2つ目のテーマです。あの子の行動ちょっと変。うーん、まあいっぱいいるでしょう、人のことを見てればね、こういうことを思う人も、はい、さあ誰でしょう、最初の人は誰ですか。田村メイ。はいはい、はい、2人持った、はい。でも徳永どうですか、どういう意味ですか。そうですね、あのスマイルジの新メンバーとやっぱりハロープロジェクトのコンサートでしか同じにならないんですよ、やっぱり、うんうん、なんかなかなかこう会う機会がないんですけど、うん、その会うたびに毎回ぴょんぴょんしてるというか、うん、うさぎってぐらい跳ねてるんですよ。そのダンスで跳ねてるっていうのもあるんですけど、うん、そのなんていうんですか、歩いてる時とかその突っ立ってる時とかも、うん、なんか田村ちゃんだけは一人ぴょんぴょん跳ねてて、うん、こうあんま私話しかけないんですけど、疲れないのかなと思ってこう。疲れない、疲れないです。ぴょんぴょん跳ねたい、跳ねたいです。ちょちょちょ、どんな風になってる。すっごい跳ねてるよね、いつも跳ねてて。どんな風になってる、どんな風になってる。そんな風に跳ねてるの。危ない危ない、目が痛かった。本当だ、おかしい。あ、こういうテンションなの、こういうテンション。そうなんですよ。捕まるでお前、それ原宿だったら連れて行かれるよ、それ連れて行かれちゃもういいよ、座ってもういいですよ。どうなの、石田的にはどういう意味ですか。はい、私も、うん、あの9期10期と、はい、あとはスマの2期面で、うん、よくイベントとかをやらせていただくんですけど、その時に楽屋が一緒だと超うるさいっていうか、さっきのメイドかな、なんだかがうるさいっていう。さっきも待ってる時に、うん、この収録の前に、うんうん、なんかずっと規制を発してるというか。テンション上がってまうねん。一人本当に落ち着きがない。違う、落ち着きがないんじゃなくて自分を高めてるんです、うん、あ、そう、はい。流西から見たらどうなの。はい、あの、うん、すごい、カナもうるさいって言われるんですけど、うん、でも、メイメイの方がうるさいなって思う。違う、いつもなんか朝早くても、うん、夜遅くても常にずっとなんかぴょんぴょんしてます。あ、そう。あ、でも私から見ると、うん、2人は全く同じなんですよ。この2人一緒に見える、テンションが同じなんですよ。でもなんかお互いメイメイの方がカナナの方がって言ってるから、うん、私的にも同じに見えます。やばいね、スマイレージ大丈夫こちらおって。楽屋が、うん、あのその一緒に、うん、あの9期10期と一緒にやらせてもらった時に、うん、あのスマイレージの楽屋がすごいうるさくて、うん、なんか動物園のサーカス、うん、みたいになったんですよ。あ、動物園のサーカスじゃないですね、うんうん、ただのサーカス、うん、ただのサーカス、サーカスの動物たちになったんです。そうです、うん、動物たちです、はい。あれみたいになって、うん、私避難しました、してきました。タケちゃんがさすがに無理やなと、はい、メイメイと一緒に、それこそ本当に冗談じゃないよって言って。すごかったです、あのもう扉を開けて閉めて避難したんですよ、うん、なるほどね。それなのに聞こえてくるんでしょ、なんかのジャーみたいな。あ、そう。田村って兄弟おんのやったっけ。兄弟います、お姉ちゃんがいます。お姉ちゃんもうるさいの。お姉ちゃんはうるさくないです。あ、そうなんや。家族でさ、レストランとか行った時どうすんの。結構本当にうるさいっていう。ママとかが本気で怒ってせえへん。本気で怒ります。あの前スーパーの、うん、あのお肉とか売ってるじゃないですか、うんうん、そこの発泡スチロール、あ、違う、こういうプニプニした、サランラップです。そう、サランラップ。あ、そう、サランラップをこうやってプニプニしてたら、うん、お母さんにふざけなさいよ、ふざけなさいよ、ふざけなさいよ。親だと親だとね。あ、でもそれでもちょっと楽しくてやったら、本当に、なりゃーとかって、お金を怒って、それで他の周りにいた人たちが、メイチチの方向を見たんですよ。で、それでお母さんが周りを、自分のメイチチが見られてるってことに気づいて、周りを見たら、周りの人は気遣って目をそらすじゃないですか。見てやってください、うちのバカ娘。もうそれぐらい腹立ったやろな、もうお母さん。もう。この子に教えなあかんと。そのお前こうやってやってんの4歳のうちの子供でレベルやからな、そういう感覚的に言うたら、やめなさいやめなさい言うてんのは。もう何歳になってお前。中学2年生の13歳です。2年生。レイナ中2の時どうなった。中2の時はなんか結構モーニングだろだって、はい、中1の終わりで入ったんでもうやってましたね、うん、結構落ち着いてましたよ。シャボン玉だってたってこと。はい、でもあのスマイレージのおかしい話も一個あるんですけど、おかしい話。あのモベキマ